皆さんこんにちは。レック専任コーチの佐々木ひろみです。本日は司法書士の受験をこれから始めようかな、どうしようかなと迷っていらっしゃる方に向けて、まずですね、予備校を利用するメリットと、そしてまた働きながら受験勉強を続けることができるかどうかという点について、2点、よくガイダンスなんかでもご質問を受けることが多いので、その2点について過去の合格者のですね、過去一発合格された方の合格体験談をもとに、ちょっといろいろご紹介していこうかなと思っておりますが、でまずですね、こういったレックの方で、過去の一発合格者の合格体験談をですね、冊子になっております。これですね、レックの方に資料請求、していただければ、レックのサイトからでもコールセンターからでも資料請求していただければ、たくさんの一発合格者の体験談載っておりますので、必ずご自身のヒントになる方、こういった人になりたい、この人の意見参考になるなといったところがあると思いますので、ゲットしていただいて、入手していただきたいなと思うんですが、まずこの中にありますですね、合格体験談の中から合格者の声を拾っていきましょう。で、まず2017年一発合格された方の体験談といたしまして、長浜裕太さんという方なんですね。で、まずですね、この合格体験談、お手元にある方はですね、ぜひ13ページでご覧いただきたいなと思うんですが、こちら、予備校に通うメリットというところですよね。で、この方、そもそも予備校を利用するかどうかというところから迷ったというところなんですが、で、そうですね、ちょっと色をつけておりますけれども、まず選択肢といたしましては、とりあえず独学で始めてみるかという方も結構いらっしゃるんですよ。で、もしくはもう、いやいや独学は無理そうだから、一応もう予備校に通ってというところで、メリットデメリットっていろいろあると思うんですね。この方もおっしゃっているように、独学の方はまずお金がかからないというところ、そしてまた自分のペースで進められるといったメリットはあります。で、他にもね、例えば法律学習経験はある程度あるという方でも、そういった学習経験を生かしてというところもあろうかと思います。で、あと予備校利用のデメリットといたしましては、当然お金がかかるというところと、あともう一定ペースで講義が配信されていくと、生クラスであれば通わなければならないといったところもありますので、そういったところから、まずこの方もね、初めは独学でやろうかなと考えていらっしゃったというところです。で、ただ、独学のデメリットといたしましては、心が折れると、そして逆に時間がかかるといったデメリット、こういったところも知り合いの方から聞いたというところですよね。で、そこでですね、これも、私がガイダンスだとかやってて、多くの受験生さん、ガイダンスとかいらっしゃった方の中には、結構多いのが、とりあえず独学で始めてみたけれども、とりあえず独学でなんかね、市販の書籍とか買ってみて 2,3 年始めてみたけれども、やっぱ独学無理でしたというところで、もうちょっとね、もうせっかくだから、ここ3年ぐらいやってても、全然伸びた気がしないし、そもそもどこ勉強していいのか分かんなくなってきてというところで、結果また予備校に、3年目ぐらいから予備校に通われるという方もいらっしゃったりいたします。で、そうすると、その3年間にかけたお金と、そしてまた時間ですね、何だった時間です。で、そういったものがちょっと無駄になってしまうというところもあろうかと思います。そしてまた、これもまた結構多いのがですね、そうですね、ある程度とりあえず始められる、続けられるかどうかも不安だから、ちょっとライトな、講座だとか、ある程度ですね、ネット配信されているようなライトなもの、こういったものを利用してみてやってみたけれども、やっぱ合格に達するだけのボリュームがあったものが提供できているとは言えないんじゃないかなというところから、やっぱりいいね、全部フルパックになった合格実績のある予備校を利用しようというところで、レックにいらっしゃる方っていうのも結構多いんですね。で、そういったところを考えますと、そこにかけた時間とお金、なんて言ったら時間ですね、そういったところを、法律って年々改正されていきますので、そういった時間もさることながら、今まで勉強してきたものが法改正によってパーになってしまうというところもあろうかと思います。
で、そういったところからせっかくだったらもうね、ゼロベースでスタートしてもう全部フルパックになってる予備校を利用する。で、そしてまたそういった予備校を利用すると特にですね、まあ、教材、そしてまた生、まあ、知識のみならずいつ何をやるべきかっていうのも全部講師が、段取りを敷いてもうそれに乗っかっていけばいいというところもメリットなんですね。で、長浜さんも、ね、始める上で、逆にそれが自分ペースで進められないというのはデメリットだと考えていらっしゃったようですが、かえって始めてみると矢が王でも強制力といったところで、目指す年度を目指すといったところで、まあね、強制力結果的に時間短縮につながるかなというところ、ね、もあろうかと思いますので、ぜひですね迷っていらっしゃる方、実際どうかというのはともかくとして、予備校に1回足を運んでみて、ガイダンス等で、聞いてみていただきたいかなと思います。で、そこでまあね、講座メリ、利用のデメリットって何かありますかという直接講師に、ぶつけてみると、ね、得られるものはあるんじゃないかなと思います。でさらにじゃあ始めるにあたって、まあ、特にね社会人受験生の方も多いです。そしてまた学生さんとか主婦の方とかいらっしゃるんですが、始める上で、勉強していることを周りに言うかどうか、そしてまたそもそも最終的には仕事辞めなければ受からない試験ですかというところもよく聞かれるんですけれどもね、これがですねこの方もう2017年一発合格の方で、福田さんという方なんですけれども、この方ですね、福田美穂さん、まあ、人生の中でこんなに勉強したのは初めてと言われる方なんですが、で、この方もですね、まあそうですね、この方はもう会社退職後に、まあ司法書士を目指すことにしたというところで、結果もね勉強に専念するのはこの1年だけと決めて、絶対に一発合格すると、まあ費用面でも周りの理解といったところも含めて、一発合格を目指すといった意味で、退路を断つという方もいらっしゃいます。ただ過去のですね私のクラスの出身の方も含めて、過去レック出身の合格者の方で、完全、最後まで働きながらで一発合格される方っていうのも、結構いらっしゃいます。で、あとまあそうですね大学在学中の一発合格という方もいらっしゃいます。ね、全てが皆さんが会社辞めて、退路を断ってから勉強を始めるという方ばかりではないんですね。もちろんそういった方もいらっしゃいます。で、ただそうですね、社会人受験生のメリットといたしましては、まあそういった面で、ある程度ちょっと精神的な、負担軽減になるところ、あとある程度生活パターンが決まっているので勉強ペースがつかみやすいというところもあります。で、実際私も社会人受験生出身になったんですが、私も働きながら受験勉強をしていて、もちろんね働きながら受験勉強をしていると何といっても時間、時間の捻出がネックになってきますけれども、ただやはり生活ペースが休みの日と仕事のある日といった面で、ペースが作りやすいといった面もメリットとしてはあるんですね。これ始めてみるとメリットデメリットで、専業で勉強されている方にはもう後がないという不安、これが精神的な負担というのが、気持ちのコントロールっていった面では、結構きついという声も聞きます。で、一発合格者がみんながみんな専業受験生というわけでもないので、そのあたりはですね、今置かれている環境の中で勉強をまずチャレンジしてみるとこういうところを考えてみられるといいんじゃないかなと思います。そしてまた、まあじゃあ、周囲に勉強していることを話すかどうかといった面においても、まあ、話してみて、協力を仰げるような環境であれば言ってもいいんじゃないかなと思いますが、ただやっぱりね、言うと周りにいろいろ調子どうとか受かりそうとか、変なプレッシャーがかかってしまうようでは逆に嫌だという方は あえて言わなくてもいいんじゃないかなと思います。私なんかも、ね、職場の人には言いませんでした。受かった後で、実は勉強してたんだ、受かったんだということを、ね、合格発表の時に、オープンにしたぐらいですから、それもね、
周りの人に、ね、誰から報告しようとかっていうのも考えながら勉強するのもある意味ちょっとなんか楽しいもんではあると思いますので、ぜひですね、もちろんご家族の方だとか本当に身近な方にはある程度、ね、勉強の協力を仰がなければいけないこともあると思うので、そこをお伝えした方がいいんじゃないかなと思いますが、職場に、ね、言って、協力を仰げるようであればあえて言うのも一つ、ただ別に言わなくてもいいんじゃないかなと、特に司法書士独立開業系の資格ですから、言ってしまうとかえって、なんかね、変な空気になっちゃうということもあると思いますので、そのあたりも始める上で、一つ考えてみるのも、ね、考えてみることをお勧めしますということで、ぜひやってみようかな、迷ってるなという方はぜひですね、ガイダンス等にいらしていただきたいかなと思います。他にもですね、ガイダンスにちょっとね、レックは近くにないという方、はですね、各レック本校を、ね、レックのコールセンターもそうですし、生クラス担当講師が電話で個別相談だとかっていうのも、する方もいます。ね、私であれば池袋本校の方で、ご連絡いただければ、遠方の通信の方でも構いません。実際講座、取るって決めてない、ね、そもそも司法書士ってどんな資格ですかという方、迷っていらっしゃる方でも電話相談でも構いませんので、迷っていらっしゃる方はですね、ぜひお気軽にご連絡いただきたいかなと思います。そしてまた、もう司法書士の勉強を始めるぞというふうに決意された方は、こういった合格体験記をゲットしていただいて、ね、ざっと、もう一生懸命じゃなくて結構です、ざっと斜めを見せていただいて、自分の心に響くキーワード、そういったものがあれば一つなんか印をつけたり付箋を貼っておくことをお勧めします。で、ね、そしてまた、この人のお話は非常に参考になったというところに付箋を入れておく。そうすると実際勉強を始めてみたときに心が折れそうになった時に必ずそのキーワードだったりその方の体験記がご自身を励ましてくれる、ご自身に何かヒントをくれるアドバイス、これを与えてくれることになると思いますので、ぜひですね、手にしていただいてスランプになったら見直してみることを、これをお勧めいたします。で、ぜひですね、そういった形で利用してみてください。皆さんの司法書士試験の受験チャレンジお待ちしております。